95。で、95ってどのぐらいかっていうと、去年の一番最初は93だったんですよ。だけど、痩せて、最近着てたスーツは88まで絞れてたね。で、おお、って言わないんですよ。でもね、エースが偉かったのは、今日の数字でスーツは作らないでくれと。86で作ってくれって言ってました。いや、ママの食事がすごく美味しいんですよ。ママの食事がね。素敵な笑顔で。その他は、なんかいい？あの、多分通訳のウリステスさんになんか言いたいことあるんじゃないかな。じゃあ3人で、去年1年やって、通訳のウリステスになんか言いたいこと。あ、じゃあ、ジュリーがなんか、あ、こうやってましたよ。あ、ジュリー、なんか言いたいこと言え。言えな、通訳しろよ。もいとフラット、もいとマオ、最悪使えない。これも訳するですね。訳する、仕事ですから。あ、待てるわ、無理です。で、わしべたとしとてはほとんど間違って通訳してるから使えないです。え、そう。Hey, eu gosto, eu olhei a gente. Eu gosto de uma menina que eu gosto de ser. E isso é isso. Queria ser já, porque é o meu amigo. É, é. Porém, quando o Brasil tem mais, deixa eu ver. Mais. Ah, não, eu tenho que ir para o chinoso. Não, não. Puxa saco. Puxa saco. Eu não vou ter que ir para o chinoso. Sim,忘れていいです。直訳だと彼らも言いづらそうなんですけど、あの男性の一部分を引っ張るっていう意味なんですけど、言えないです。今聞こえなかったかもしれないですけど、新野は真剣にゴマスリーって当たり前のことを言ってました。新野君、はい、ブラジル人選手に何か言いたいことない？いや、去年いい活躍したよ、本当に。一緒に頑張って、どっか一緒に頑張ろう。でも僕、仲いいんで、3人とも。本当、なんか飯食いに行ったりしたりするの？ないですけど、すごい。ボールパフォーマンスね、あ、なんかやってたよね。あれ、何？やってみて。じゃあやってみて。本当のことは褒めないといけないじゃん。僕はすでに言いますね。僕、シャーッと。
Pega muito no pé. 大好きなんですけど、あの僕を軽くいじってくれればいいんですけど、すごくバカにされるような感じがあるね。しつこい時はあります。でも、マセドはでもそういうやつでしょ、まあ、そうですね。いつも二人にいじられてます。マセドは、ジュリーとヘイスです。お前の話したもん。しょうがないです。マセド選手の表情を下にしたり。Eu sou mais prazerinho, mais baixinho, mais que pensa que né? 自分よりも身長高くて、自分よりもごっついからって、そうやっていじめてくるんですよ。誰が一番さ、かっこいいと思ってんの？3人の中で。なんかさ、ジュリーにはなんかちょっと、かっこいいキャラで行こうとしてない？はい、してる、してる。あの、みんなの反応を見てみたいんですよね。あ、じゃあ、じゃあ、誰が一番かっこいい？誰が一番？あ、スポジョニー。じゃあ、仕切って。拍手。はい、はい、仕切りましょう。アシスタント、仕切れ。じゃあ、誰から行く？じゃあ、ヘイスから行こう。じゃあ、ヘイスが一番かっこいいと思う人、拍手お願いします。ジュリーノ選手、ヘイス選手、マセド選手に大きな拍手をお願いします。